金色聖の神の正直はキフトリア、今宵もようこそ正義秘話キフトリア。今夜のキフトリアは十代将軍徳川家春公をお伝えしとうござる。十代将軍徳川家春公は1737年から1786年に生きた方でございまする。彼はかの有名な文武両道名君として知られる徳川吉宗公の孫にあたる将軍でござる。おじいさんのあの暴れん坊将軍でも有名な徳川吉宗公を尊敬していて、家春公も文武両道かつ素晴らしい政治を行いたいなぁと思って育った方でござる。実際家春公は非常に聡明で文武両道でかつ政治にも明るかったと言われております。その上愛妻家で、当時は一人でたくさんの側室を大奥に持つ、そういった習わしがございましたけれども、二人しか側室は持たずに、子供がもう側室にできたら親子ごめんとばかり通わなくなって、もう正室一筋に人生を捧げたと言われております。その結果大奥は経費が3割減となったということでね、すごい質素倹約にも努めてくれた、そんな将軍であったと言われております。そのような家春公ですが、政治についてはどうだったかと言いますと、先代からの遺言で田沼意次という家臣を重く用いることになります。この田沼意次ですが非常にやり手でして、商業を活発にしようとする政策を次から次へと行っていくのでございます。これを重商主義政策と申しまするけれども、これが活発になっていって、まあ一方では賄賂が横行していったなんてこともございまするが、日本の経済はものすごい活性化したのでございます。このように国が発展していったのは非常にめでたいことなのでござるが、一方では皮肉なことに将軍家春公の政治の手腕を発揮する場っていうのがなくなっていくんですよね。どんどん暇になっていきます。もはや田沼意次とその取り巻きの独壇場とね、正解はなっていくのでございます。では家春はどのようにして過ごしていたか、その持て余した時間を絵画と将棋に捧げたのでございます。両方とも腕は超一流になります。元から聡明な将軍ですからね。そして出来栄えの良かった絵には祭りごとの暇と書いたと言われております。当時の政情を思っての、皮肉に満ちたサインであったわけですけれども、そのようなニヒルなところもまた魅力ではないでしょうか。一方将棋の腕も凄まじいもので、当世随一のアマ強豪であったと言われております。当時は伊藤家と大橋家というね、将棋の名家があったんですけれどもね、名人も多数輩出している、そんな家柄があったのですが、その伊藤家の当主とも何度も対戦してね、しかも勝ちを収めているのでございます。今宵はそのような将棋の暴れん坊将軍徳川家春と将棋の名家伊藤家の当主五代伊藤宗印との一局をお送りしとうございまする。さあ角道を開けて始まりました、将軍徳川家春対名家伊藤家の一局。将軍は居飛車に構え、伊藤さんの方はどうですかね。なんか一見振り飛車のような出しですが、居飛車のようにも見える生クラな出しをしておる。おっと振った、飛車と飛車が向かい合った、さながら川中島の信玄と謙信のごとく。ここでじわじわとまた駒組みが進んでいきます。桂の頭を飛車で守り、そして角道は止めてですね、攻撃力は減退するけど分厚く組んでいきます。まさに将軍のね、揺るぎない指し回し。
ここで攻めると見せかけて矢倉囲い、船囲いが矢倉囲いへと転化していき申した。兵が飛んできた。ひらりとかわす義経のごとく軍が上がりましたね。取り申した同銀。うん、渋いですね。これ拠点を作ってから銀をぶつける。同角と言って角を攻めに使っていきます。これ味付けてますね。何かの時に飛車が走れるように飛車を先を突き捨てるという手筋。角をぶつけた、はい、ここで跳ね違えの桂ですね。桂が飛んでくると桂をそのまま取りたくなるんですが、逆に跳ねると良い場合が多い。攻めても心は跳ね違えなんて、金色の騎士恋という曲にもございますが、手筋が30個入った曲騎士恋ですけれどもね、家春さんは、まさにね手筋をすごいうまく使いこなして攻めていく将軍なんですね。さてじわじわと攻めていきます。お互い曲を実実の駆け引きが。さあ銀がここまで、お、ここで垂れ歩ですね。6三歩と垂れ歩を打ちました。垂れ歩に次歩昇天の歩ってやつですな。はい、2枚で受けて成って取って、おっとここで、はい、角を打ちましたね。はい、飛車の両取りでござる。さあどうするか。しかしこちらにはね、金取りがかかっているんでガリガリ攻めてくるでしょう。来ました。はい、本丸へと迫ってまいりまする。さあじわじわと寄ってくるが、攻め駒を一掃しようとする勢い。おっとここでの3号角、これはもう広々とね天守閣から見える見えるとね遠くを 見渡している、まあ、そんな角打ちでござる。飛車を狙いながら守りにも効かせている。こちらはね7九に相手に角を打たれると、その後9七銀同桂8八金と打って詰んでしまうんで、まあそういった、守りにも効かせた、牽制した角でございます。おっとそれでも構わず打ってきた角を打ってまいった。なかなか将軍に対してねこう恐れを知らない無礼者ですね。この角は取るのか。いや攻めていきましたね。7一銀。まあこのように王手をしてね駒を捨てていくとなると、まあもはや駒を捨てまくってから自分の陣地に手を戻すようだとね、大体将棋って悪くなっちゃうことが多いんですね。もうもはやもうこれは将軍は一気に勝負をつけたいというね、お手打ちにしようという、まあそういった決意が感じられる一手でございます。勝負の一手。さあ攻めていきます。ここから将軍の鋭い寄せが炸裂していくんですが、まずこの5三銀っていうのは一つのちょっと勝負手ですね。もうこれ読んでないと指せない一手。なんて言ったらただで駒を上げてしまうわけですからね。相手はこの伊藤さんもね相当な手だれですんで、名家伊藤家のね、はい、当主ですんで、これは取らずに7一玉と逃げるわけですが、仮に取っていたらどうなったか、ちょっとそれをね、想定してみましょう。もしもボックスでね、取ってみたらどうなるか。取ってみたらば同玉、同玉に対して4三金とちょっと我検討してみたんです。一人、感想戦でね検討してみたら4三金と打つことになって、これまあ6三、玉なんて逃げたら、5二飛車成で簡単に詰んでしまいますし、4三に同金と取ったら、5二飛車と、打ってまあこれも簡単に詰んでしまう、まあ、4四玉と、逃げて3五金、同角なり、同飛車なりで、詰んでしまうんで、まあこれは同玉と、取るのが一番長いんですけれど、そしたらこのような展開になります。よし。よし。はい、やっぱり同飛車なりとなって、手に入れたばかりの角をズバッと打って。1枚も。まあ、歩以外の金駒1枚も余らずに王様が詰んでしまう。まあ、当時はお城将棋といってね、お城で将棋を指していたわけなんですけれども、まあ、いくらでも考える時間があったらしいですね。時間制限なしで、無制限マッチで何日もかけて、対局をしていたなんて言いますが。
はい、まあ、これももう将軍読みに読んでここまで見切っての銀数だったんでしょうね。この銀打ち本当にもうね終盤もう将軍のなんていうか凄まじい集中力というか、うん、この激しい一手に、遠くまでいかに読んでいたかっていうのがね、まあ、想像されるわけですけれども、まあともかく相手は逃げた。これもすごいですが、まあ同玉と取ってしまったら5二飛車成から簡単に詰んでしまって逃げます。これちょっと王様が遠くなったように見えますね。伊藤さんも、よく、頑張って受けております。しかしこっからなんかまた将軍の素晴らしい寄せがね炸裂していくんです。これでこそ暴れん坊将軍。暴れん坊将軍はテレビでは吉宗がねよく言われていますが、我の中では違います。この吉宗公の孫の家春こそが盤上の暴れん坊将軍と存じております。さあどうでしょうか。次の一手クイズいかがかな。見直し次の一手は勝ったかな。そうここは7一飛車成と先ほど打ったばかりの飛車をなんと捨ててしまうんですね。これで詰んでいるというんだから恐れない。6二銀8一銀、この金を捨てるあたりもかっこいいね。どうですか。これ送りの手筋でございますね。取らせてから6三銀も取る、ベルトコンベアの手筋とも言いますけども、いや冗談でございます。金を合わせてここで投了と相まった。投了図以降は金で7二銀を取ったら王様取られちゃうので取ることはできない。これね一間竜の手筋なんで、竜と1個空いたところに王様がいると使える手筋なんですけれども、9二玉と、逃げるぐらいですが、8三金と打って同金と取り返したところに、まあ、同竜と取り返してね、8三に竜がいて9二に玉がいる状態なんでもう王様行くところがありません。詰みでございます。打ち取ったり。徳川家春公対五代伊藤総員の一局いかがだったでしょうか。将軍の凄まじい稲妻のような終盤の切れ味だけではなく、個人たちの激闘に祝杯をあげたいと思いまする。乾杯。そんな家春について最後に一つだけ秘話がございまする。雨漏りで困っている家臣が空を見上げてため息をついておると、家春はあの者はどうしたのだと自重の者に尋ねます。あの者は家が雨漏りをして、このような天候では親が非常に参ってしまっているんだろうなとため息をついているのでございます。自重の者が教えてくれると、家春公は、ではあの者に修復代としてこの百両を渡してやるがよいと、百両をそっと渡したと言われております。このようにおおらかで慈愛に満ちた人柄であったと語り伝えられているのでございます。そんなの眉唾者だろうというふうに思う人はいるかもしれない。でもそれを裏付けてくれる寄付がございまする。家春公は御前将棋降格という詰将棋集を表しているのですが、その詰将棋集はおおらかで伸び伸びとした解いて気持ちいい、そんな作品に満ちているのでございます。このように、寄付は、雄弁に彼の性格を語っているのでござる。歴史といっても、教科書で学ぶもの、本当にあったのかな？実際教科書も変わってしまうこともある。そんな時代でござる。実際、その場に行ってね、合戦の模様、事件の模様を見ることになって、古代に遡ることは誰しもができない。我はまあ、江戸時代から400年生きてくる中で、いろいろ見ているんですけれどもね。このように、寄付は、歴史を覗かせてくれる、真実の窓となっているのでございまする。今宵の将棋秘話寄付トリアは、ここまでにしとうございまする。では、皆の衆、さらばじゃ。
地の上旅を始め誰ぞ愛しいずれ梅雨と気雨それが定めだと知れば生きる意味など後付けだと悟ったような夜もあったそれでも人は必死で生きるけなげなほどなぜだろう光の道を残すよ人は皆好奇をし闇を踏み分けてゆくよ真実の僕の細道を